あ、もしもし。いや、びっくりした。いきなり電話くれるから。ああ、今ちょうど仕事終わって。え、大丈夫？いやいや、もう終電ないでしょ。場所は？俺もちょうどタクシーで帰るとこだし、迎えに行くよ。あ、表参道までちょっと急いでもらえますか？こっちこっち。大丈夫？あ、相当飲んだみたいだね。いや、全然いいよ。俺はこうして会えるだけで嬉しいから。家まで送るよ。あ、すいません、運転手さん。とりあえず並木通りをまっすぐで。今日寒いね。雪とか降るのかな。はあ、手冷たいね。いつでも連絡して。俺はちょっとでも会いたいし。その、あ、いや、なんでもない。クレジットで。あ、本当大丈夫？あ、ちょっと、こんな人通りの多いところで抱きついたらまずいでしょ。君は人気モデルでファンも多いんだから。ああ、マジで酔ってるね。歩ける？それじゃあ、また。あ、もう少しだけ一緒にいたらダメかな。すぐ帰るから。あ、明日朝から撮影なんだ。ああ、それは仕方ないね。いや、もう全然。また連絡して。うん、おやすみ。はあ。もしもし？今何してた？あー、寝てたんだ。ごめん。今から家行っていい？物語 .com プレゼンツオーディオドラマ、ろくでもない俺のろくでもない夜。入るよ。でも入ってるけど。あ、なんかリアルに目が寝起きって感じだね。ね、もうちょっとこっち来て。したい。あー、すっきりした。ありがとう。なんか、前も思ったけど、付き合ってた頃より上手くなってんね。いろいろ。あ、なんか喉渇いたなー。あー、俺ウーロン茶で。ありがとう。
てか俺らが別れてからもう10年ってやばいね。高校で付き合って一緒に上京して大学1年の終わりくらいに別れたっけ。いやー、ほんと気づいたらすれ違っちゃってたよね。え？今日？まあ普通に仕事終わり友達と会ってたけど、なんで？いや、もう別に俺たち付き合ってるわけじゃないのに。いや、まあそんな謝られて困っちゃうけど。もう帰るかな。ね、うん、好きだよ。あ、明日？は、まあ、行けたら行く。あ、あと俺ら付き合ってないけどさ、他に男部屋に入れたりしてないよね。まあ、なんていうか、そういうのはさ、来る気がしなくなっちゃうからさ。ごめん。じゃあ、また連絡するね。はぁ、もしもし？え、風？うん。うん、わかった。いや、何かしら食べた方がいいと思う。今から作りに行くよ。うん、大丈夫。すぐ行くから。よし。うん、もうちょっと温めたら食べられると思う。うん、いい感じ。よし。お待たせ。あ、一人で起きられる？ゆっくりね。ちょっと暑いかも。よかった口にあって。いやー、でもモデルって大変だね。寒い日も薄着で撮影したり、そりゃ風も引くよ。あ、あ、いや大丈夫。ん？今日？ああ、全然特に予定もないし気にしないで。え、彼女？いないよ。え？元カノの話？なんで？てか、俺が他の子の話しても全然平気なんだ。そっか。俺さ、高校から大学1年まで付き合ってた子がいて、まあ、初めはおすすめの本を貸し借りするくらいの仲だったんだけど、意気投合して付き合うことになってさ、一緒に上京して、まあしばらくはうまくいってたんだけど、いつの間にかすれ違っちゃって。別れてからずっと連絡取ってなかったんだけど、この前ばったり会ったら全然変わってなくて、しかも、え？よりを戻したらって？え、なんで？そうだね、ありかもね。ああ、そろそろ帰ろっかな。お大事に。
てないか。あ、もしもし。え、夕飯？いや、まだ食べてないけど。うん、じゃあ行こうかな。入るよ。って寝てるし。ん？あ、オムライス覚えてたんだ。そういえば授業中もよくスースー寝息立てて寝てたな。あ、彼女の部屋の本棚に並んでいたのは、俺たちが高校の時貸し合った本だった。物語の感想が書かれた紙や、俺が初めて彼女へ気持ちを伝えるために書いて挟んだたった一言の短い手紙も、当時と変わらず同じページに挟まれていた。彼女はなぜこんなにも優しいのだろう。昔からずっと。過去、俺が浮気していたことも彼女は知っていた。知っていたのに、気づいていないふりをしていたのも分かっていた。俺、今好きな子がいるんだ。彼女全然優しくないし、わがままだし、きっと俺以外にも男がいると思う。ごめんね。あの頃と変わらない寝顔を見つめながら、俺は彼女の唇にキスをした。おやすみ。